で、そうするとこれが1行で、これが2行か。で、右側が、まあちょっと1列と2列で書きますね。書けますね、間違いなく。いや、これ大変なんで、よく間違えますね。それで、そうすると、コサイン θ1 と、コサイン θ1 と、コサイン θ2 ですね。赤と緑ですよ。そうすると次はマイナスサイン θ1 とサイン θ2 ですね。ちょっとすごい書けるかな、こっち。で、じゃあ下行きましょう。だから黄色と緑、サイン θ1、コサイン θ2 ですか。で、次コサイン θ1、サイン θ2 ですか。それで、なんだっけ、じゃあ次はだから次はこ、あ、2列の方に、右側の2列にすると、マイナス、コサイン θ1 で、サイン θ2。マイナス、このマイナスですよ。このマイナスの、サインセーター1の、コサインセーター2ですか。ここね。それで次は下に降りて、ここね。サインセーター1のコサインセーター、コサイン、あ、ちょっと待って、サイン θ1 で間違えた。あ、大変だ。ここでマイナスですか、こうマイナスつけますね。サイン θ2 ですか。で、コサイン θ1 とコサイン θ2 ですね。で、こことここはなんか違うけど同じでして、ちょっと第1項第2項逆にしてるだけですね。で、これそうすると、これはコサインの θ1 たす θ2 ですか。で、次はこれはサイン、加法定理ね。それで何、あ、まあマイナスサインの θ1 プラス θ2 ですね。これとこれマイナス倍ですね。で、これもさっき言ったけど第1項第2項違うだけでコサインの θ1 プラス θ2 ですね。まあというわけです。これについてはやることはあるけど、まあいいや、これというか少しだけやっとくと、色がなくなっちゃって困っちゃったから、あった、これをかけるということで、1列の結果だけ出すと、で、ここの θ2 を何か α にしましょうか。そうするとコサインで、ここ θ でここ α にしようか。α、それで、ここだから θ2 を、この θ2 を θ にしましょうか。こうですね。で、このそうと、この結果はコサインの θ プラス α、サインの θ プラス α になりますね。そうすると元のベクトルはこれ、ここ θ で、コサイン θ、サインθですね。で、これかけると、
ちょっとありからこれ αα って書かせてください。rα をかけると、これ角度を α 回転していることになります。こういうあのことがあります。それで、